これはこれは、またまたあったの。アストルティアに知らぬことなし。ご存知、放浪の賢者放浪じゃ。一目見てピンときたぞい。お主、ついにオルフェア、ジュレット、グレン、アズラン、ガタラのキーエンブレムを集めたようじゃな。いやはや見違えたの。グレイとかつマーベラスなお主の強さ、ビンビン感じるぞい。時は来たれりということか。ではかねてからの約束通り、今こそレンダーシア解放への道を教えちゃおうぞ。レンダーシアを封印から解放するには、それを成した者、冥王ネルゲルを倒さねばならんのが道理じゃ。だがネルゲルの支配する冥界への入り口はランドン山脈の奥深く断崖の先にあり、誰もそこへ至ることはかなわぬ。しかし方法がないわけではない。この放浪の賢者放浪に任せておけばバッチリじゃ。まずはオーグリード大陸にそびえるランドン山脈の冥界への入り口が見える断崖まで行ってみることにしようぞ。次はグレン城、グレン城。最近野外を旅する方が魔性の被害に遭うという事故が多発しております。お出かけの際はくれぐれもお気をつけて、魔性には寄らず触らず踏み込まずを心がけ、安全な旅をお楽しみください。聞いたじゃろう。近頃魔性の被害が増えているのはレンダーシア封印の影響に他ならぬ。このままネルゲル目を放置すれば、やがてアストルティアは魔性に覆われ滅ぼされるじゃろう。それだけは防がねばならん。わしはこうして世界をめぐり、お主のような若者が育つのをずっと待っておった。お主はわしの希望じゃ。どうかこの使命果たしてくれよ。熱弁を振るっていたら駅弁を食いそびれてしまった。じゃがグレン城下町駅では名物げんこつ飴を買わねば。悪いがここで失礼させてもらうぞ。もう一度言っとくぞい。オーグリード大陸にそびえるランドン山脈に向かうのじゃ。そしてその奥深くにある冥界への入り口が見える断崖まで行ってくれ。わしもすぐに後を追うからの。では今日のところはお別れじゃ。運命の線路が交差するとき、また会おう。